僕の話なんて誰も聞いてくれない。僕はただ伝えたいだけなのに。
今月16日、SNS などで活躍する女性配信者の自宅に見知らぬ男が入り込んだ事件で、今日、主犯格の男など男女4人が逮捕されたことが警察への取材で明らかになりました。逮捕されたのは、主犯格で指示役の会社員、宮本力也容疑者。母親で不動産業を営む宮本由紀子容疑者。母親の弟でパートの城田詐欺夫容疑者。実行役の無職、悪臭京和容疑者の4名と見られています。警察の調べでは、主犯格の宮本力也容疑者は事件の5日前ほどから元交際相手である被害者に復縁を迫っていたといい、力也容疑者は被害者に対してつきまといや盗撮、ストーカー行為のほか、悪臭容疑者に対し被害者宅へ侵入を指示した疑いが、他3名には力也容疑者の犯行に手を貸した疑いがそれぞれかけられており、加えて城田容疑者には自身を警察官と偽って被害者と接触していた疑いもかけられています。これに対し4人はおおむね容疑を認めている模様です。続いてのニュースです。
Passive life, got kill knife, passive life.